こんにちは、花クラブの宮川です。今回は花クラブの花通信ブルームコースで学ぶみんなの作品紹介と第12回公開添削です。お題は上級コースの3作品目クレセントです。サンプルはいくつかありました。バラを使ったシンプルな2ライン構成、茎を曲げて作るチューリップバージョン、カーネーションを使った3ライン構成、デコボコを作るスプレーストックバージョン、どれを参考にしても OK。 左右の高さが異なる三日月型ならご自身のデザインでも大丈夫です。では早速見ていきましょう。作品1、いい点は花合わせ、色合わせ、丁寧な刺し方、特に色合わせが優しい雰囲気でいいですね。気になったのは左サイド、青丸部分の花材が足りていません。それ以外は綺麗なラインができていたので本当にもったいなかったですね。横から見てもやはりこの部分が足りていません。またトップの桜も枝ぶりが使いにくいものでした。もっと花付きがいいものを選択できればよかったと思います。作品1の学ぶポイントは必要な花材料。作品2、いい点は花合わせ、色合わせ、フォルム、滑らかな底辺ラインも OK です。器の選択もいいですね。クレセントはエレガントなスタイルなので、あまりどっしりした器より細身の方が綺麗です。気になったのは横顔、主軸の位置が前すぎました。正しくは器の後ろから3分の1あたり、黄色い線の位置あたりになります。場合によってはアレンジが前に倒れる危険性もあるので、前にずれすぎないように正しい位置に配置します。作品2の学びポイントは主軸の位置。作品3、いい点は花合わせ、色合わせ、カラフルな色合わせが華やかでパワフルです。気になったのは3点。1つは左右の先端である主軸の花材、花が短く幅があるとデザインの先端を押さえつけたようで綺麗に見えません。せめて丸い花材、できれば横幅よりも高さがある花材の方がつながりが綺麗に見えます。左右の先端が尖り気味な方が三日月な感じがしますよね。別に尖っていなくても枝物などで歪みがあってもいいのですが、横に広がった花はイメージを壊してしまいます。2つ目はボリュームのグラデーション、先端に向け徐々にボリュームダウンした方がいいのですが、徐々にというのが難しかったようです。3つ目は株ラインの花が前位置になっている点、トップのアルストロメリアは1と2の間へ、その下のラナンキュラスは2と3の間へ移動します。すると横から見た時の隙間が少なくなります。作品3の学びポイントは主軸にふさわしい花型。作品4、いい点は花合わせ、色合わせ、全体の雰囲気。コンパクトですがバランスよく作ってあります。気になったのは横顔、アレンジメントは正面そして側面からも見れるように作る必要があります。なので側面にも花材を足した方がいいですね。もしこの量で作りたい場合は配置を変える必要があります。サンプルの2ライン構成で作ってあるのかなと思いますが、主軸とフォーカルポイントをつなぐラインがずれています。正しくつなぎちょこっと小花を足せば横側も美しくなります。作品4の学びポイントは横側も美しく。作品5、いい点は花合わせ、フォルム、この器にこれだけの分量をクレセントに刺すのは結構難しいのですが、上手に刺されていますね。気になったのは2点。1つは左サイド上部の太さ、もうちょっと細い方がいいですね。この太さにするならもっと大きく作る必要があります。太くなりすぎると美しい子が作れないので要注意です。2つ目はブルーのカーネーション、ない方が良かったです。サンプルを参考にされたのかなと思いましたが、サンプルは馴染んだ色を使用しています。この作品では
他の色との色味の差があるので、カーネーションだけ浮いてしまっています。綺麗な子を描く三日月型よりも、青いカーネーションに目が行ってしまいますね。他の色が綺麗に合わせてあるだけに、青だけ余計に感じました。作品後の学びポイントはアクセントカラー。作品6、いい点は花合わせ、色合わせ、フォルム。左側のアウトラインは綺麗につながっていますね。気になったのは2点。1つはアウトラインの欠け。一部風が足りていないので、つながりが悪くなっています。2つ目は花材の重なり。白と赤のチューリップの高さが同じなので、ずらした方がいいですね。そして白いチューリップをもっと前位置に置きます。するとさらに横側も綺麗になります。作品6の学びポイントは、隣と高さを変える。作品7、いい点は花合わせ、色合わせ。興味深い作品ですね。ただ、曲線になりきっていないので、左サイドを高くして、こう描けたらよかったと思います。すると、面白みのあるデザインになるはずなので、できれば再度同じ画材でトライしてもらいたいなぁと思いました。作品7の話題ポイントは、トライする心。作品8、いい点は花合わせ、色合わせ、画材配置。センターラインと下部ラインのつながりが綺麗です。気になった点は2点。1つは中心部が高い点。ラインはつながっているのですが、ぼってりとしてクレが足りません。2つ目は主軸の向き。左のトップはもう少し上向き。右のトップは斜め上向きに刺します。するとアウトラインが綺麗につながります。作品8の学びポイントは主軸の向き。作品9、いい点は花合わせ、色合わせ、画材配置、アウトライン、フォルム。とても綺麗ですね。花の間を縫うツルの動きもよく素敵です。お花が生き生きと刺されていて、爽やかなアレンジメントになっています。横側も綺麗ですね。ハーブのフレッシュな香りが漂ってきそうです。特にこの作品の参考になる点は、画材配置かと思います。後方のひまわりとひまわりの間に前方のひまわりを配置してあります。つまり前後のひまわりをずらしてあるわけです。そして2列のひまわりの間にあるグリーンのトルコキキョウ。この大きさでこの色というのが肝です。小花ではバランスが取れません。ひまわりに匹敵する重さ、ボリュームが必要なのです。また間に入る紫のラクスパーがいいアクセントになっています。作品9の学びポイントは、ずらした花材配置。第12回公開添削、いかがだったでしょうか？曲線構成となるクレセントは難しいデザインですが、花合わせ、色合わせは皆さんほぼできていましたね。クレセントをきれいに作るために気をつけるポイントが大きく3点。1つ目は、主軸の位置、向き、形。位置は器の後ろから3分の1ライン上。向きは長い方は上向き、短い方は斜め上向き。そして形は横幅より縦が長い花がおすすめです。2つ目は両サイドの主軸に向けて徐々にボリュームダウンさせる。急に欠けたり太ったままだったりせず美しい子を描きます。3つ目は横側も美しく魅力的に作りましょう。花材により難易度も見え方も変わります。クレセントはエレガントで魅力的なデザインなので、ぜひ何度でも作ってほしいスタイルですね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。